どうもこんにちは、いつきです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今回ですね、オーディブルについてお話をしていきたいと思います。この1月27日からオーディブルでですね、聞き放題プランというのが始まりました。で、実際に私も使ってみたんですけども、過去にですね、私はオーディオブックドット JP の、レビュー動画を投稿させていただきまして、同じようなですね、オーディオブックのですね、サービスになっているので、今回そのあたりをですね、その感触っていうのを含めてお話ししていきたいと思っています。今回の動画の構成としましては、まずオーディブルとは何か、そしてオーディブルの今回の聞き放題プランについて、そしてオーディオブックドット JP との比較、そして私が実際に使ってみて感じたメリット、デメリットについてお話をしていきたいと思います。ぜひですね、最後までご覧いただけたらというふうに思います。では、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速解説をしていきたいと思います。まずはじめにですね、オーディブルとは何かというところですね。オーディブルというのは、いつでもどこでも聞くだけで読書ができるオーディオブックのサービスとなっております。具体的にはですね、その例えば通勤・通学中とかですね、またはパソコンでの作業中とか、または筋トレ中とかですね、家事をしている時とかですね、こんな感じですね、いつでもながら聞きで楽しめるサービスという形になっています。で、オーディブルですね、便利な機能が4つございまして、まず1つ目ですね、再生スピードの変更ができます。0.5 倍から 3.5 倍までお好きなスピードで楽しんでいただくことができます。そして2つ目ですね、目次エピソード表示です。目次から好きな章やエピソードですね、選択して聞いていただくことができます。そして3つ目、スリープタイマーですね。時間、チャプターごとでタイマー設定ができるようになっています。そして4つ目、ブックマークですね。気になるページにメモを残すことができるというような感じになっています。はい。では次にですね、オーディブルの聞き放題プランについて解説をしていきたいと思います。表をちょっと使っていくんですけれども、まずは旧プランと、聞き放題プランですね。それぞれ合わせてちょっとご紹介していきたいと思います。まず旧プランですね。概要の方としては、聞き放題はポッドキャストのみ、オーディオブックは毎月1コインで1冊のみ入手というような形になっています。これですね、月額の契約になるんですけれども、毎月契約ですね、更新するごとにですね、1コイン付与されて、その1コインで1冊購入ができるという感じです。要するにですね、3ヶ月、継続すれば3冊分ですね、購入することができて、5ヶ月分であれば5冊ですね。そんな感じになっています。で、月の会費としては、月1500円という形で、再生の方法としてはオフライン再生ですね。購入した作品をダウンロードして聞くみたいな形で、オフライン再生がまるでストリーミングが×という形になっています。今回改めてですね、リニューアルした新しいですね、聞き放題プランです。こちら概要としては12万以上の作品が聞き放題対象ということで、めちゃくちゃ作品数が多いということです。これらが、全て聞き放題になっていると。で、コイン制、もともとですね、旧プランであったものは終了しているという形ですね。で、月の会費はですね、その旧プランから変わらずそのまま月1500円ということですね。要するに、これまで1コインで1冊ずつ増やしていったのが、もう最初からいきなり契約すると、その12万以上の作品が聞き放題になっているということですね。かなりその選択の幅、楽しむ幅が増えたというような形になっています。で、再生方法としてはオフライン再生もストリーミングもそれぞれ丸と。いう形になっています。なのでですね、旧プランからすると、その聞き放題プランになったことで、とにかくたくさんの本をですね、聞き放題で、楽しむことができるようになったということで、これはですね、かなりいいですね、プランのリニューアルかなというふうに感じています。はい。じゃあ次にですね、audiobook.jp との比較をしていきたいと思います。まず月会費ですね。オーディブルの方は月1500円となっています。そして、audiobook.jp の方は月900円ということで、価格で見ると、audiobook.jp の方ですね、少し安くなっているという形です。で、無料トライアルですね、audible の方はありとなっています。で、30日間無料で試していただくことができます。そして、audiobook.jp ですね、こちらの方も無料トライアルがあります。2週間無料でお試しいただくことができます。で、こちらの方ですね、この動画のですね、概要欄の方から、オーディブルの方も、audiobook.jp の方も、無料トライアルですね、お試しいただけるようになってますので、ぜひですね、試していただきたいなと思ってます。で、こちらですね、ラインナップとしては、書籍ですね。もちろん、オーディブルの方も丸で、audiobook.jp の方も丸となっています。
で、ポッドキャストですね。ポッドキャストの方も、オーディブルが丸、audiobook.jp の方も丸という形になっています。で、一見すると、これだけでいくとちょっと、まあ、価格だけですね、の差なのかなというふうにあるんですけれども、まあ、特徴のところでですね、差別化ができているかなと思います。で、特徴としましては、オーディブルはですね、オーディブルだけの配信作品があるということですね。only from、オーディブルという形ですね。オーディブルでだけしか、まあ、聞けないですね、作品があるということです。で、audiobook.jp の方はですね、一部の作品にはなりますが、3分でですね、まあ理解できるような要約のスライドがあるので、まあ聞き始める前にですね、この本ってどんな内容なのかっていうのをですね、ざっくりと理解することができるような形となっています。で、こちらですね、特徴としてお話しさせていただいた、まあ、オーディブルだけの配信作品ですね。じゃあ、どんなものがあるのかっていうところでいきますと、こちらですね、書籍の方でいくと、例えば、ユバル・ノア・ハラリさんの、サピエンス戦士とかですね、伊坂幸太郎さんのペッパーズ・ゴーストとか、またですね、佐藤清美さんのですね、テスカ・トリポカとかですね、オードリー・タンさんの、まあ、デジタルと AI の未来を語る、このような形のですね、作品が、オンリー・フロム・オーディブルということで、オーディブルだけの書籍作品ですね、そんな感じになっています。で、ポッドキャストの方ですね。ポッドキャストの方はですね、例えばですね、要約サイトですね、書籍の要約サイトの、まあ、フライヤーですね。フライヤーの方で、やっている、まあ、20分で聞けるビジネス書みたいなものだとか、幻冬舎さんの、まあ、新しい経済とか、俳優のアンさんのですね、ジャーニートゥーザオリジンみたいな感じですね、オーディブルだけのポッドキャストみたいな形も、まあ、ラインナップとして、まあ、入っているという形で。で、私自身はですね、伊坂幸太郎さんが結構好きなので、結構楽しんで聞いています。結構楽しみながらできるのでですね、まあオーディブルちょっと試してみてよかったなというふうにまあ感じながらですね、やっているところになります。はい、ではここからはですね、実際に使ってみた感想ということで、メリットを3つとデメリットを2つご紹介させていただきたいと思います。まず1つ目のメリットですね、作品の世界観に入り込めるような小説の朗読が面白いという感じになっています。先ほどちょっとだけ話出ましたけども、私、伊坂幸太郎さんが結構好きで、昔から本をですね、小説をもうどんどん読んでいってですね、結構その展開の面白さとか、キャラクターの何でしょうかね、魅力が本当に半端ないなというふうに感じていて、どの作品も好きなんですけれども、そういうのをですね、オーディブルで聞いてると、その役の演じ分けみたいなものだとか、まあそのキャラクターとの掛け合いみたいなものが結構やっぱ面白いなということで、その自分がその書籍、まあ小説で読む、目で読むっていう体験と、またその音で聞く、楽しむ体験っていうのは、またそのそれぞれ違う魅力があるなっていうふうに感じているので、まあそのオーディブルで読む作品っていうのも、そのもともと小説で本を持ってるけれども、本で持ってるけどオーディブルでも聞こうみたいな、そういう楽しみ方もできるんじゃないかっていうことですね。その作品の世界観に入り込めるですね、そういうところが私にとっては結構面白いかなというふうに感じました。次にですね、2つ目です。オーディブルにしかない作品が楽しめるのが嬉しいということで、先ほどもですね、Only from Audible ということで、オーディブルだけの配信作品を、いくつかご紹介させていただいたんですけども、やっぱりですね、まあ、価格、audiobook.jp より少し高いですけれども、やっぱりそれだけですね、そのオーディブルでしか聞けない作品の中には、もうやっぱり有名な、著名な方のですね、作品が結構ありますので、そういうのを楽しむ分にはですね、非常にいいのかなというふうに感じています。そしてですね、メリットの3つ目、辛い筋トレ中も楽しく続けることができる。これめちゃくちゃ私にとっては大事です。やっぱり在宅勤務がですね、増えていたりだとか、やっぱりそもそももう私も今年40ぐらいになるんですけれども、もうはいアラフォーなんですけれども、もうやっぱりその脂肪がとにかく落ちにくいと、ちょっとした運動だけではなかなか落ちないということで、まあそういう中でまあ16時間断食とか、そういうことをやりながら、まあ週にですね、2、3回できるように、まあ筋トレをできるようにですね、やってるんですけども、やっぱ筋トレやってる時に、もともとは、その YouTube ですね、かけながら、その内容を聞きながら筋トレしてたりしたんですけど、まあオーディブルですね、使うようになってからは、やっぱオーディはもう耳だけでも、それだけでまあ楽しめるっていうところがやっぱ売りなので、結構その辛い筋トレとかもですね、楽しみながら続けてる。まあいつの間にかその自分の設定したメニューが終わってるみたいな感じで、やっぱそういう形でですね、楽しめるのがいいのかなというふうに感じています。次はですね、デメリットですね。デメリット一つ目はですね、書籍として持っておきたい人には合わないかもという感じになっています。まああくまでもオーディオブック、まあウェブサービスなので、その書籍が手元にあるわけではないので、やっぱり手元に作品を持っておきたいという方にはですね、ちょっと合わないこともあるかなと思います。ただ逆にですね、書籍持ってるけれども、その書籍の
その先ほど私がお話したような、そのメディアム体験ではなくて耳でその世界観を楽しみたいというようですね、そういう楽しみ方っていうのはできると思いますので、ちょっとまあ無料トライアルありますので、ちょっとまあダメ元でもちょっと試してみる分にはですね、いいんじゃないかなと。その無料トライアル期間内にですね、まあ解約すればそこは別にお金がかかるわけではないので、ちょっと試してみるみたいな、ちょっと新しいチャレンジしてみるみたいなこともいいんじゃないかなと思います。そしてですね、デメリット2つ目です。毎月1冊以上読む時間がないならもったいないかもという形ですね。やっぱり月1500円、まあ無料トライアル終わった後ですね、かかってしまうので、例えばビジネス書とかであればだいたい1500円とか2000円とかなので、まあ月1冊ですね、自分にちゃんと聞いてですね、身につければ、まあ何でしょうかね、書籍買うのと同じコストではありますので、いかにそれを自分であとは使えるようにするかっていうことだったりすると思いますし、まあ小説もですね、やっぱりまあその高いものはですね、1500円とかですね、やっぱかかってきたりするものあるので、まあ毎月1冊以上ですね、まあそれもなかなか読む時間ないなという、まあ聞く時間ないなっていう方はですね、ちょっとやっぱりコスト的には高いかもしれないので、合わないかなと思うんですけれども、まあ月1冊もしくは2冊以上もですね、どん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 新しいのをまあ聞いていきたいだとか、やっぱりその自分が知らなかったものをですね、やっぱりこういうふうにまあ聞き放題なので、なかなかたくさんの本を買うってことはなかなか難しいとは思うんですけれども、聞けるっていう環境があるので、ちょっとつまみ食いみたいな感じでもいいと思うんですね。なのでそういう中で自分が好きな作品だとか好きな世界観がそのオーディブルで楽しむことができるのであれば、それは新たな発見だと思うので、そういう形でですね、ちょっとまあチャレンジしてみるようなことがあってもいいかなというふうに思ってます。はい、今回はですね、オーディブルの聞き放題プランについて実際に体験してみた感想とかサービスの概要とかについてですね、お話をさせていただきました。私自身もですね、1月27日に始まってすぐにですね、その契約してですね、実際に今楽しんでるんですけれども、やっぱりその耳で聞く時間っていうのは意外とあるなというふうに感じてます。私自身もこうやって YouTube の、まあ、投稿作業したりしてるんですけども、例えば、今回動画で流しているようなスライドですね、作成するときはもうすでに、まあ、原稿ですね、原稿自体は作っているので、あとはそれをスライドに起こすだけの作業なので、何でしょう、内容を考えているときにそのオーディオブック聞くとちょっとごっちゃになっちゃうんですけども、単純に原稿をスライドに起こすっていうところでいくと、別にもう耳だけはですね、しっかり開いてる状態で、あとはもう作業みたいな感じなので、そういうときに結構ですね、役立ってるなというふうに思いますし、結構まあその作業してる時間も楽しんでるっていうような感じで、まあ、時間を有効に活用できているかなというふうに感じる部分があるので、今回ですね、動画は少し参考になればなと思ってます。ぜひですね、無料トライアルも一度試してみてほしいなというふうに思ってます。またですね、この動画がいいなというふうに思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いできればなというふうに思います。それでは本日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。